とうございます。絶好のお天気ですね。はい、今日も盛り上がっていきましょう。ありがとうございます。さあ、今日もこのメンバーでビーズステージ盛り上げていくんですが、今日も今からね、自己紹介をしたいと思います。さあ、世間は今ね、ワールドカップで盛り上がっていると思いますが、はい、ありがとうございます。今どうなってるんでしょうかね。負けちゃったら残念です。負けちゃった残念です。でも今日私たちは勝ちましょうね。はい、でそういった夢をね、叶えてる方たちがねいて、私たちも頑張らなきゃいけないなと思うんですけれども、今日はみんなのテーマとして小さな頃の夢を名前の後に、自己紹介の後に言っていきたいと思いますので、はい、ぜひお付き合いください。よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあチャルからいきましょう。こんにちは、チャルです。こんにちは。幼稚園の時はケーキ屋さんになるのが夢で、はい、小学生の時はピアニストになるのが夢でした。はい、はい、みんなのね、意外な発言をしますよ、今日。はい、語りかけましょう。こんにちは、まゆです。私の幼稚園の時の夢は、なんか幼稚園の時も小学生の時もダンサーとかアーティストとか表現者になることだったんですけど、今こういうステージに立てて幸せです。まあ、まだ夢はあるので、これからも追い続けます。はい、皆さんこんにちは、さぎです。ありがとうございます。私は小さい頃、だいたいバレリーナとか、幼稚園の先生とかになりたかったです。あとはお嫁さんとかお花屋さんとかケーキ屋さんにもなりたかったです。皆さん今日もよろしくお願いします。はい、お願いします。皆さんこんにちは、さゆです。私のちっちゃい頃の夢は、物心ついた頃から芸能人だったと思うんですけど、なのでよく踊ったり歌ったり、朗読をしたりしてたんで、今全くこう同じようなことができているのはとても幸せです。私もまだまだ夢があるので、これからも頑張ります。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、けいこです。ありがとうございます。私の小さい頃の夢は、世界名作劇場の7つの海のティコって皆さん誰か知ってますか？あ、ちょっと知ってる。あ、結構いらっしゃいますね。はい、そのナナミちゃんとティコにすごい憧れてて、将来は世界の海を冒険してるんだと思ってました。はい、でそれをきっかけに、スイミングスクールにも通いました。なのでこれからちょっと目指したいと思います。今からも目指すんですね。頑張ってください。皆さんこんにちは、サブリーダーのアリーです。ありがとうございます。ありがとうございます。私の小さい頃の夢はですね、私小さい頃新体操をしてまして、その新体操のオリンピック選手になるのが夢でした。あとは人の前で踊ったり、なんか演技したりするのもすごい夢だったので、今ちょっと似たようなことをさせていただいているので、でもまだまだもっと大きくなりたいので、皆さん応援よろしくお願いします。お願いします。皆様こんにちは、夏美です。ありがとうございます。私の小さい頃の夢はパティシエさんでした。もう小さい頃ですね、まあ、今もですけど甘いものがすっごく大好きなので、ケーキ屋さんになったら毎日ケーキが食べれると夢見てました。で今でも作ることが大好きなので、まあ、趣味程度にお菓子とか作っていけたらなと思っています。今日も8連勝を目指して頑張っていきましょう。お願いします。こんにちは。ありがとうございます。サブリーダーのかすみです。かすみちゃん、私の小さい頃の夢、みんなめっちゃ可愛いですよね。私の小さい頃の夢はジャニーズに入りたかった。なんか男の人しか輪になって踊ろうだったんですか。 あれにめっちゃ入りたいって思ってて、でも、まあ、そこからちゃんとモーニング娘。に入りたいとか言ってたんですけど、最初は本気でジャニーズに入りたかったです。かっこいい夢ですね。でも今ビーズガールズに入れて嬉しいです。今日も勝ちます。よろしく。
こんにちは、ボーカルのアリサです。ありがとうございます。私はもう小さい頃からずっと歌手になることが夢で、はい、もうずっと追ってきました。もっともっと大きくなりたいです。皆さん応援よろしくお願いします。はい、お願いします。皆さんこんにちは、ボーカルのエナです。おはようございます。ちっちゃい時なりたかった夢はいっぱいあるんですけど、まあアイドルだったりとかモデルさんだったりとか、でも今でもすごく覚えてるのは、あの水族館のイルカの教師さんになりたかったです。なりたかったことがありました。イルカ似合いそうで好きなんですね。イルカがシャケが好きとか言ってた。はい、はい、そういうことで今日も勝ちます。お願いします。勝ちましょう。こんにちは、パフォーマーのメイです。私の小さい頃の夢はなぜかブドウ屋さんでした。ブドウを売る人になりたくて。なぜブドウだで、まあ、小学校に入ってからは女優さんとかアーティストとかになりたいなと思ってて、それに近いことが今できてるので幸せです。でももっともっと大きいアーティストになっていきたいので応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆様こんにちは、レイカです。レイちゃん、ありがとうございます。私の小さい時の夢は、ディズニーキャラクターのアリエルになって海で泳ぐことが夢でした。今日も8連勝できるように気合バッチリで応援しましょう。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。私は、幼稚園の頃はソフトクリーム屋さんとか言ってたんですけど、今もなりたいんですけど、自分で美味しいプリンを作って皆さんに美味しいプリンを届けれるようなプリン屋さんになりたいと思ってます。プリン大好きなんでね。うん、そう、叶えよう。その夢はですね、はい、今日も勝って8連勝できるように応援していきましょう。お願いします。お願いします。はい、改めましてこんにちは、リーダーの京子です。京子ちゃん、ありがとうございます。さあ、はい、リーダーの京子です。ありがとうございます。私の夢はですね、ちっちゃい頃はあの綺麗なドレスを着てあのバレリーナになりたいなと思ってたんですけれども、今でも変わらず思っているのは、可愛くて綺麗な世界一のお嫁さんになりたいと思っています。頑張ってください。頑張ります。頑張ってください。全力で頑張ります。はい、ということで、まあ、皆さんのね共通の夢はやっぱりオリックスバファローズの優勝だということで、はい、その夢を叶えるために頑張っていきましょう。今日もよろしくお願いします。お願いします。では早速、優勝に向かっての第一歩、今日も必ず勝利をつかむために思いっきり盛り上がる曲をお届けしたいと思います。さあ、皆さんタオルのご準備はよろしいですか。はい、今からステディーゴーという曲でタオルを思いっきり振り回して盛り上がっていきたいと思います。さあ、皆様タオルでもハンカチでも何でもいいので回すもののご準備をお願いします。さあ、それでは早速盛り上がっていきましょう。ステディーゴI'm not afraid to go.
元気ありますか？はい、それではその元気のまま球団を行く